今日は動詞のグループ分けについてお話をします。日本語の動詞は3つのグループに分かれます。すべての動詞がこの3つのグループのどこかに入ります。ですから、あなたが1つ動詞を覚えるときにはそれがどのグループに属するのかも一緒に覚えなければなりません。その覚え方を一緒に学んでいきたいと思います。では一緒に勉強しましょう。ではまず1グループから見ていきます。書きます。write。飲みます。drink。終わります。finish。これらの動詞はますの前の字が E ラインになっています。き、み、り。これらは E ラインです。ますの前が E ラインの字の時、それをグループ1と言います。E ラインというのは、この五十音表のあいうえおのこのイのラインの字です。いきしちにひみり。それから、濁音のぎじじびぴも E ラインの字になります。この E ラインの字がマスの前にあるときは、それはグループ1に入ります。次はグループ2の動詞です。食べます、eat。見せます、show。など、ますの前の字が A ラインのとき、べ、せ、など、A ラインのときには、これらの動詞はグループ2になります。A ラインというのは、あいうえおのこの A のラインにある字のときです。母音が A の字ですね。え、け、せ、て、ね、え、め、で、そして濁音も入ります。け、げ、せ、ぜ、て、で、そして、へ、べ、ぺなども全部 A ラインの字になります。マスの前が A ラインの字のときは、それはグループ2になります。しかし、グループ2の中にスペシャル動詞というのがあります。スペシャルというのがあります。それは、マスの前が、き、み、いのような E ラインの字が来るものです。起きます、get up。見ます、see。look at、watch。います、exist、be。などのようなマスの前が E ラインの字であっても2グループに属する動詞をスペシャルと言います。次は3グループです。3グループのメインの動詞は、します、do と、来ます、come です。このしますが後についている言葉、来ますが後についている言葉もグループ3の動詞になります。勉強という動作名詞、アクションナウンプラスします。それから、持ってきますのような言葉もグループ3の動詞になります。では4課から12課まで出てくる動詞を一つ一つどのグループに属するのかを見ていきたいと思います。まず4課からですが、起きます、get up。これはマスの前が木ですけども、これはグループ2のスペシャルです。寝ます、sleep, go to bed。マスの前が A ラインですので、グループ2です。
働きます work。マスの前が key なので E ラインでグループ1です。休みます take a rest、take a holiday。これもマスの前が me で E ラインの字なのでグループ1です。勉強します study はしますがある名詞プラスしますなのでグループ3になります。終わります finish、 マスの前が li なのでグループ1になります。次は行きます go、 来ます come、 帰ります go home return ですけれども、行きますはマスの前がキーなのでグループ1ですね。来ますはグループ3のメイン動詞ですから、これはグループ3です。覚えてください。帰ります。マスの前がリなので、リラインですから、グループ1になります。次は、食べます。eat。ベですから、2グループ。飲みます。drink。い、に、1グループ。吸います。smoke。タバコを吸います。smoke は E なので、グループ1。書きます。write。1グループ。読みます。read。1グループ。聞きます。listen。1グループ。見ます。see。look at。watch。これは、見ますは、マスの前が見で E ラインですが、スペシャルのグループ2です。買います。buy も E なのでグループ1です。写真を撮ります。take a photo。マスの前が li なのでグループ1です。実習します。これはアクションナウンプラスしますですから、do practical training グループ3です。ピンポンをします。play table tennis しますですからグループ3。これはします do メイン verb ですね。グループ3です。友達に会います。マスの前が e なので、meet a friend 会いますはグループ1です。切ります cut グループ1。修理します。repair。グループ3。電話をかけます。make a phone call。けなのでグループ2。あげます。give。グループ2。もらいます。receive。e なのでグループ1。教えます。teach。グループ2ですね。習います。learn。E なので、グループ1。貸します。lend。これもグループ1です。借りますは、マスの前が li ですが、これは borrow。スペシャル動詞ですから、グループ2になります。わかります。understand。グループ1。あります。have。グループ1。次のいますは、ますの前がいいですけれども、exist be。これはグループ2のスペシャル動詞です。あります。このありますと意味は違いますけれども、同じありますで、exist be でグループ1です。子供がいます、have。日本にいます、stay be。意味は違いますけれども、こちらのexist be と同じようにこのいますはグループ2のスペシャルになります。そしてかかります take、 これはマスの前が li ですからグループ1になります。次は2グループのスペシャルだけを選んで説明をします。 book 1 book 2 lesson 4 から lesson 550まで出てくる、book 1、book 2の中のスペシャル動詞だけを、出しました。スペシャル、グループ2、グループ2に属するスペシャルの動詞です。4か、起きます、get up、
六か見ます。see, look at, watch. 七か借ります。borrow. 十かいます。exist. 十六か降ります。get off. 電車を降ります。get off the train. シャワーを浴びます。take a shower. 十八かできます。can, be able to. 22か来ます。where. 36か落ちます。fall down. 40か足ります。be sufficient. 45か地震が起きます。occur. 過ぎます。elapse. pass through. 47か伸びます。be extended.ここには13個だけあげましたが、日本に行ったらもっとたくさんのスペシャルの動詞があります。でも、初めの間はこの13個だけでも覚えてください。グループ2のスペシャル動詞は、マスの前が E ラインの時も、グループ2に入りました。グループ1かグループ2か、どちらかわからない動詞があります。で、どちらかわからないときには、日本人にこの動詞に何をつけてくださいと頼んでください。日本人は動詞のグループ分けを知りませんから、この動詞は何グループですかと聞いても、答えてはくれません。例えば、落ちますに何をつけるとどうなりますかと聞きます。すると日本人は落ちないと答えてくれます。ないの前の字が E ラインの時、その動詞はグループ2です。例えば、書きますに何をつけるとどうなりますか聞くと、日本人は書かないと答えてくれます。ないの前の字が R ラインの時は、その動詞はグループ1です。これを、このルールを覚えて、1グループか2グループかわからない時には、日本人に聞いてみてください。今日は動詞のグループ分けを勉強しました。動詞の活用がこれからたくさん出てきますけども、その活用、コンジュゲーションを覚えるためには、その動詞がどのグループに入るのか必ず知っておかなければなりません。同じ言葉であっても意味が違うとグループが異なることがあります。例えば、来ますという言葉ですが、来ますの意味が come の時は、3グループですが、来ますの意味が where の時は2グループのスペシャルなんです。ですから、動詞のグループを覚えるときには必ず意味も一緒に覚えましょう。今日は動詞のグループ分けを勉強しました。1グループはマスの前が E ライン。マスの前がA ラインの時はグループ2。そしてグループ2の中でもスペシャルの動詞は E ラインの字が来ますが、それは一つ一つ覚えてください。そしてグループ3はメイン動詞がします、来ます。また動作名詞プラスしますや持ってきますなどもグループ3に入ります。ではこの動詞のグループ分けは必ず覚えなければいけませんから、この、今日のレッスンを何回も聞いてそして覚えてください。今日の授業が面白かったなと思われる方は高評価ボタンを押してください。そしてまた同じような授業を聞きたいなと思われた方は登録ボタンも
お願いします。ではまた明日。